富山アイパークは、韓国の南東部、広域市の富山をホームタウンとする、韓国プロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブである。2002年の日韓 W 杯及び、第14回アジア競技大会の試合会場として、建設された、富山アジアード競技場を、ホームスタジアムとしていたが、2017年より、富山大ウロイヤルズ時代の旧徳運動場に戻した。 1979年に解散した、韓国産業銀行サッカー部の受け皿として、自動車製造業のセハン自動車のサッカー部として創設されたのが最初である。翌1980年にセハンを買収した韓国財閥の一つ、ダイウグループがスポンサーとなり、ダイウロイヤルズと改名した。これはダイウが当時販売していた高級乗用車、ロイヤルにちなんだネーミングでもある。 このチームが1983年開始のプロリーグにそのまま参加。その後大ウが資本撤退した2000年に現代財閥系列のデベロッパーである現代産業開発がスポンサーとなって、富山アイコンス。その後2005年に現代産業開発のマンションのブランド名を冠した富山アイパークとチーム名称が変わって現在に至る。なお、英字のスペルが2012年より、 アイパークからイパークに変更されている。オーナーのテイム系は2011年に韓国プロサッカー連盟会長、2013年から大韓サッカー協会会長に就任している。2015年の K リーグクラシックで11位となり、水原 FC との昇降格戦で敗北。初の K リーグチャレンジ降格となった。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた。 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。